市立大町図書館は長野県大町市にある公共図書館。旧図書館に隣接する地に1999年10月1日に新築開館した。開館と同時にコンピュータと自動貸し出し機を導入した。体育館、児童館、文化財センターなどの教育関連施設が集まる西公園の一角にある。1942年8月。 町立大町図書館として設立し、1948年2月に大町公民館図書部となる。1954年7月、北安住郡大町が周辺村と合併し、大町市となったことに伴い、大町市立図書館に改称した。1970年10月に新図書館が竣工し、同年10月12日に開館式を挙行した。 1999年10月1日、休館の林地に新館が開館した。大町市は北アルプスの山麓にあることから、山岳関係図書の収集に力を入れている。2018年12月16日には、開館20周年記念イベントを開催し、大町市出身の小説家である新月読みのトークイベントなどを行った。2012年8月1日には、 新州大学附属図書館との間で連携協定を締結し、資料の連携、相互貸借、オパックの相互連携、図書館イベントの合同実施などに取り組んでいる。2017年10月1日には、北アルプス連携自立圏図書館相互利用が開始され、連携自立圏の居住者は、私立大町図書館、池田町図書館、松川村図書館、白馬村図書館、 小谷村図書館で、貸し出しカードを作成することが可能となった。特殊コレクションとして、社村の昭夜文書と、中村白洋記念文庫を保有する。中村白洋記念文庫は、白洋の娘婿、中村徹から寄贈された、白洋の急増書であり、世界文学全集やロシア文学関係資料、ヒョードルドストエフスキー、アントンチェーホフラの全集などがある。建物は、 日ダ山脈の風景に馴染むように、県設計が設計した。ありがとうございます。